さまざまな化学変化第2章、今回は化学反応式について一緒に学んでいきましょう。さあ、これまでにですね、さまざまな化学変化が登場しましたよね。まあ例えばそうだな、酸化銀を加熱すると銀と酸素ができますよとか、あとは硫黄と鉄を混ぜたものを加熱すると硫化鉄ができますよとかね、まあそんな化学変化をですね、簡単に表す方法があるんですよ。はい、それがこちらです。化学変化を化学式を使って表した式、はい、これを化学反応式と言います。この化学反応式を使うことによって、今まで習ってきたようなね、さまざまな化学変化を簡単にこの式で表すことができます。化学反応式のイメージ、こんな感じ。矢印あるでしょ。矢印の左側が変化する前の物質、そして矢印の右側、これが変化した後の物質を表しています。変化する前と変化した後をこの矢印でね、つなぐわけです。さあ、実際化学反応式、皆さん作っていきましょう。今日はですね、最初に水の電気分解を例に化学反応式で表してみようと。さあ、やっていきます。順序があるので、1番目からちょっと見ていきます。1番目、反応前の物質を左側に、そして反応後の物質を右側に書いて矢印で結びますと。さあ、皆さん水の電気分解覚えてるでしょうか。はい、水電気分解すると水素と酸素に分かれるんでしたね。はい、そして反応前の物質、反応後の物質、矢印で結びますよと。ここさ、注意点としてイコールにしないように注意してくださいね。イコールだとさ、左の物質と右の物質一緒っていう意味になっちゃうよね。これイコールじゃないでしょ。左側反応前、右側反応後、イコールではないので矢印を使ってください。これよくね、イコールにしちゃう人いるので注意として言っておきます。さあ、続いてここまでいいですよね。水の電気分解がどういうものかっていうのを物質で書くだけなので、まあこれは覚えてればできると。はい、続いて物質の名前を化学式に表します。さあ、ここ次の関門ですよね。まず化学式をね、知っていないとどうしてもこの化学反応式っていうのは作ることできないので、皆さん頑張って化学式を覚えましょうね。さあ、いきます。水、はい、水の化学式は H2O、 はい、そして水素、はい、水素は H2、はい、そして酸素、はい、酸素は O2、 反応前反応後を矢印で結ぶと。はい、できました。あ、ここまではなんかね、いいですね。物質名、化学式、これしっかり分かっていればね、書けますと。さあ、続いて3番目、これが最強の関門でございます。はい、左側反応前と右側反応後で原子の種類と数が等しくなるように係数をつけると。これがちょっと難しそうじゃないですか。反応前と反応後、こう見えない線があるとしてね、まあ、線こうつけちゃうけど、左側反応前、反応後、右側、ここちょっと分けて考えていきます。で、そこで何をするのかっていうとね、原子の種類と数が等しくなるようにするんですよ。原子に注目です。はい、左側からいきましょうか。はい、反応前、 H2O って書いてありますよね。原子、はい、H 何個あるんですか。 H2 と言ってたから H2 個、水素原子2個ね。で、 O、 はい、O はこれ1個ですと。ちなみに復習ね、はい、ここに1っていうのはさ、右下の数字に書かなくていいんですよね。書いちゃダメですよと。だからこれ O1 ってことね。 O1 個あります。はい、これが左側。はい、右側見ていきましょう。はい、右側こう、はい、全体見てよ。右側の全体、はい、水素 H 何個あります。 H2 と書いてあるんだから H は2個。はい、続いて O2 ってことは O が2個。はい、ここまでいいですね。で、この左側と右側でね、原子の数が揃ってればいいんですよ。で、じゃあどうですか。はい、H2 個左側、はい、右は H2 個、いいじゃないですか。はい、そして酸素原子 O1 個左側、左側 O1 個、はい、右側は O2 個。揃ってないんですよ、ここ。左側 O1 個で、右側 O2 個で、そこで作業が必要になるんです。ここでよく間違ってしまうこと、間違いを今から言いますよ。これ覚えないでね、
よくやっちゃうことを2個にすりゃいいんでしょと。じゃあこれでいいじゃん。おっつって、はい完成ってやっちゃう人いるの？これダメです。これやっちゃダメ。ブブーです。これなんでダメかっていうとね、H2O って水じゃないですか。H2O2 なんですると、また別の物質になっちゃうんですよ。これ別の物質勝手に作っちゃダメですよと。だから、右下の数字をね、付け加えたり、外したりっていうのはできないの。だから右下をいじるってことはないんですよ。これ消しますよ。だから、これやっちゃダメ。じゃあどうするのかっていうとね、どうやってこう数揃えりゃいいのってことなんです、なんですけど、はい、ここです。係数をつけるの、係数。係数で左側のね、原子の数と右側の原子の数を揃えていく。はい。これ H2 個、O1 個でしょ ?2 個にするには、じゃあもうこれ仕方なくここを2倍にするかって、もうそういうことなんですよ。係数っていうのはさ、この化学式の前にある数字のことね。それ係数っていうの。その係数をつけたり、外したりするわけ。だから、これ今 O1 個だからね。2個にするにはここ、じゃあ2ってやるしかないなと。2H2O ですよ、だから。2H2O。2H2O ってどういう意味かっていうと、H2O、水分子ね。水分子が2個ありますよってことよ。だから、ほら、水分子が2個あれば、O2 個になるでしょ、ちゃんとね。なってますよね。はい、2H2O。はい、そして、はい、水素分子。ここは何も右側いじってないですからね。H2 で O2。で、反応前反応後矢印で結ぶと。はい、ここまでできた。よし、完成ってやっちゃダメなんです。ちょっと数をね、数に注目です。はい、また同じことします。はい、H 何個になりました、今度。はい。H2O が2個あるんですよ。だから、このさ、化学式で見ると 2H2O っていうのは、この H2 が2個ありますよってことですから、H が4個あるということなんですよ。ね。H2 っていうのは H が2個ある。それが2個あるってことで、H2 が2個あるってことは、この H2 ってことで、4個ある。H が4個あるってことね。はい、次。はい、O は2個ですよね。H2O が2個あるってことは O が2個になりますと。はい。これが左側。はい、右側見ていきましょう。右側変わってないよね。H が2個。O が2個。あ、ここ、ね、見えない線を、左側、右側をはっきり分けておくためにも書いておくと分かりやすいですね。はい、そうすると、はい、左側見てください。H4 個。はい、右側、H2 個。おいおいおい、今度 H が合わなくなっちゃったよってことなんですよ。H4 個。右側 H2 個。でも、O はちゃんと揃いましたね。O2 個、左側ね。右側も O2 個。はい、揃いました。最後ですよ、これで。まあ、最後かわかんないか。H、揃いましょう。はい、今度どうするのか。こっち4個あるんでしょ？じゃあ、こっちを4個にしてあげればいいじゃないですか。で、やっちゃいけないことはこうですよ。これやっちゃダメよ。H4 個にするでしょ？じゃあ H4 とか、これやっちゃダメ。右下の数字を、書き換えたりとか消したりっていうのは基本しないと。係数で変える。はい、そうすると、よく考えてみてください。H 今2個あります。4にしたいね。4個にしたい。どうしたらいいですか、皆さん。この H2 の前に、どんな係数がつけばいいのか。さあ、書いていきますよ。はい、ここは 2H2O。はい、ここを H2 の前にさ、ね、4個にするために H2 が2個あれば、H2 が2個あれば、H は4個になるじゃないですか。はい、だから 2H2 です。はい、足す、はい、O2。はい、そして変化する、前と、反応前と反応後で矢印を結ぶと。さあ、どうでしょうか？これで揃ったんじゃないですか？念のため確認しておきましょう。はい。H2O が2個あるってことは、H は4個ですよね。H2 が2個で4個。で、O は、H2O が2個あるんだから、O は2個。はい、これ左側です。はい、右側。はい、ここで見えない線。はい、右側ね。H2 が2個ある。ってことは、H は、1、2、3、4個ですよね。H2 が2個あるんだから、H 4個。そして O は2個。はい、そうすると左側 H4 個、右側も H4 個。
そして左側 O2 個、右側 O2 個揃ってるということで、水の電気分解を化学反応式で書くと 2H2O 矢印 2H2 プラス O2 になりますと。はい、まあ、こんな風な手順で化学反応式を書くことができます。これ慣れれば楽しいですよ、ね、なんか係数をこう合わせるさ、遊びみたいなもんだから、遊びかな、好きな人はね、これハマるんじゃないでしょうか。さあ、これで終わりじゃありません。実際、まだまだあるわけですが、今日はね、全部の化学反応式書くわけにはいかないので、代表的なものをね、この後紹介していきますので、一緒に化学反応式書いていきましょう。さあ、一つ目です。酸化銀の熱分解、これやりましたね。はい、まず最初に物質の名前ですね。はい、物質の名前もう書いてあります。酸化銀は分解すると銀と酸素に分かれますよ。はい、続いて手順2。はい、この物質名を化学式で表しましょう。さあ、皆さん覚えてますか？酸化銀は AG2O。 はい、そして銀が AG。 はい、そして酸素が O2。 はい、反応前と反応後で矢印を結んであげる。はい、できました。まあ、ここまではね、化学式知っていれば、まあ、書くことできると。この後ですよ、第3の関門、原子の数を揃える。まあ、ここがねちょっと厄介ですが、まあ、やっていきましょう。はい、左と右に分けますよ、反応前反応後で。さあ、原子の数に注目です。いきましょう。はい、まず、左側 AG2O、 AG が AG2 と書いてありますから、 AG は2個ですと。はい、そして O は1個ですと。はい、ですね。はい、右側見ていきましょう。はい、右側全体見てください。 AG 何個あります？ AG は1個ですと。はい、そして O2 と書いてありますから、 O は2個ですと。はい、このようになりました。左側と右側数字揃ってるかどうか見てみるとですね、左側 AG2 個、右側 AG1 個、揃ってない。はい、左側 O1 個、右側 O2 個、O も揃ってない、 AG も O も揃ってない。いきなり難しいの来ましたね。順番にやっていくしかありません。さあ、じゃあまず AG から揃えていきましょうか。 AG は左側2個で右側1個なんでしょ。少ない方を調整していきましょうよ。はい、1個だから、2倍してあげれば2個になりますよね。はい、その時もう一度ね、これしつこいけど言うよ、こんなことしないでよと。 AG2 とかやっちゃいけないですよね。右下の小さな数字を増やしたりとか減らしたりっていうのはしないんです。はい、どこで揃えるのか、係数で揃えるんでしたね。はい、ですからこれ AG1 個を2個にしたいと、2個にしたいよね。はい、その時は係数で揃えるのが 2AG って書けばいい。これで AG2 個っていう意味ね。はい、できましたと。はい、続いて O を揃えましょう。はい、左側ですよね、少ないのは O1 個だから2個にする。はい、そうするにはこの AG2O を2個用意すればいいんだよ。2個用意すればいい。はい、そうするとさ、 O1 個から O は2個になりますよね。 2AG2O ってどういう意味かっていうと、 AG2O が2個あるよってことじゃん。こういうことだよね。これ慣れなければね、もっとさ細かく書いてもいいよ。 AG2O ってことは AGAGO ってことじゃん。そしてそれが、もう一個あるわけ、 AGAGO っていうのがあるわけ。ちょっとこれ右側に入っちゃったけど、これ左の話ね。 2AG2O っていうのはこういうことよ。ね、そうするとね、 O は確かに2個になったんだけど、 AG も増えちゃいましたと。ここが難しいとこなんだよね。はい、AG も増えちゃいました。何個になってます？ AG2O が2個あるってことは AG2 が2個あるってことだから、 AG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  ってことで4個になっちゃいました。はい、AG4 個になった。はい、今こういう状態。はい、そうすると、はい、左側 AG4 個 O2 個と、はい、右側 AG2 個 O2 個と、 O は揃ってる。あと一歩ですよ。はい、AG 右側4個にしなきゃいけない。はい、そうするとこれ4個にするにはどうしたらいいかというと、この 2AG じゃなくてさ、はい、係数で揃えるんですよ。ちょっと2を消しますよ。はい、2AG じゃなくて 4AG にすればさ AG4 個になるじゃん。はい、
ということで完成です。2AG2O 矢印 4AG プラス O2 となります。一応念のため確認ね、左側 AG の数は AG2 が2個ってことで AG4 個、はい、O は2個ですと、はい、右側全体見てください。右側の全体 AG が4個あります。そして O は2個ありますということで、反応前と反応後で、原子の数揃ってますから、これで化学反応式完成となりますよということですね。はい、じゃあ続いて、はい、炭酸水素ナトリウムの熱分解いきます。さあまず、物質名、物質名も書いてあるんですけどね、炭酸水素ナトリウムを、加熱すると、はい、どんな風に分解されるのかというと、炭酸水素ナトリウムが、はい、矢印炭酸ナトリウムと水と二酸化炭素に分かれますよと。さあ続いては化学式、その物質名を化学式で表しましょうと。まず炭酸水素ナトリウムは NaHCO3、 はい、そして炭酸ナトリウムが Na2CO3、 はい、そして水が H2O、 はい、そして二酸化炭素が CO2、 はい、これ反応前と反応後で矢印だね、矢印忘れないようにしましょう。はい、ここまでできました。さあこの後第3の関門としてさ、左側と右側の原子の数揃えていきましょうなんていうのあったじゃないですか。まあそれやるんですけど、ちょっとこれ難しいのね。でちょっとさ、別の上みたいなやり方じゃなくて、ちょっとね違った角度でちょっと攻めていきますね。まあ、実はねこれ覚えちゃった方が早いっていうのもあるんですけどね、まずさ左側見てください。左側 NaHCO3 っていうのはさ、 Na と Na1 個ね、 H1 個でしょ、 C1 個でしょ、そして O が3つ、はい、まあ、こんな風にできていますよね。これ左側ね、はい、そして右側、はい、右側どうなってるかっていうと、はい、まず最初炭酸ナトリウム Na が2つありますと、そして C が1つ、そして O が3つありますと、はい、そして、はい、水は H2O ってことだから H が2個、そして O が1個ですと、はい、そして二酸化炭素 C が1個、 O が2個ありますよと、まあ、こうなってるじゃないですか。で左側と右側でさ数揃えていくんですけど、今どういう状態かっていうとさ、どうなってます？左側さ、これ Naはい、右側もここに Na あると。ね。はい、次、左側、H がありますね。ここにもまあ H ここを使うから H あると。はい、続いて、はい、C。はい、C は、はい、ここにあるなと。ね。はい、続いて O3つ。O3つ、ビューッと消えて、まあ、ここにもあるなと。はい。そうすると、左と右でさ、右の方が多いよね。右、まだ Na ありますね。右の方が Na 多いと。あとは、H も多い、 O も多い、 C も多い、 O も2つ多いと、まあ、ここね、はい、そうすると左側に足りないものを書いていきますよ、はい、右にあって左にないものは、はい、Na と、はい、そして H と、そして、まあ、O は3つあって C が1個、 C が1個で O が3つあれば、ちょうど左と右の原子の数が一致しますよね。ということは、はい、これ見て、あ、なるほどって気づいた人いません？これね、左側にこの炭酸水素ナトリウム2個あればもう数字揃っちゃうんだよ。 2NaHCO3 ってやれば完成なんですよ、はい、そうするとね、左の原子の数と右のね反応後の原子の数は揃うと、まあ、こんな風にやってみました。これもしね、まあ、こんな風にやるの大変な人は覚えた方が早いは早いんだよ。なんかよくあるのはさ、これさ、ナフコさんとか覚える、ナフコさんを想像してください。ナフコさん、ナフコさんが2人いる、それが夏子さんになる、夏だから、これ夏子さんって読めるじゃん、夏子さんに変わったと、これはまあ覚えてください。水と二酸化炭素、まあ、こんな風にね、
覚えても OK ですがね。まあ一応、原子の数で今考えると、こんな考え方で、この化学反応式作ってみました。はい。ということで、炭酸水素ナトリウムの熱分解の化学反応式はこんな風になりますと。さあ、次。次の2個めっちゃ簡単なんですよ。テスト硫黄を混ぜた混合物を加熱すると硫化鉄になるんでしたよね。はい。じゃあ化学式書いていきましょう。はい。鉄覚えてます？鉄は Fe。はい。そして硫黄が S。はい。そして硫化鉄が FeS。反応前と反応後で矢印。はい。そして原子の数。左側 Fe が1個。はい。そして S が1個。はい、右側 FE が1個 S が1個揃ってる。簡単、まあ、こういう化学反応式もあるわけよ、ね、これ救われましたね。もう3番目のさ関門やんなくていいわけ。これ完成となります。ちなみにさ、この硫化鉄っていう名前だけどね、化学式ってさ後ろからさ基本的に読むっていうさルールがあるの。まあ例外もあるんだけど、だからこれさS ってさ後ろついてるでしょ。後ろに S がついてたら硫化って読んでください。硫化鉄って読めばいいんですね。はい。じゃあ続いて、銅が硫黄と結びつく化学変化。じゃあ化学式で表しましょう。はい。銅は、はい、何でしたっけ。銅は Cu。 はい。そして硫黄は S。 そして硫化銅は CuS と。これも上とさっき言ったように同じ読み方ですね。 S っていうのが後ろにあったら硫化っていうの、硫化銅、後ろから硫化銅って読めばいいんです。さあこれ矢印もしてありますね。左と右で、数字を揃えましょうと、原子の数揃えましょうと。 Cu は1個、 S も1個。はい。右側反応後、 Cu が1個、 S が1個。はい。これも揃ってます。完成です、これで。はい。ということで、まあ、ここは簡単でしたね。ここだよね。ここは難しかったね。1と2。はい。まあ、あとは、これか。水の電気分解。まあ、正直ね、これ、よく質問であるのはね、これ暗記できるんだったら暗記してもいいですかっていう人もいるんだけど、まあ、もちろんいいですよ。暗記してもいいです。ただね、こうやって原子の数揃えてね、やっていくっていうのはね、面白みの一つにしてほしいなと思います。はい。ということで、今回は化学反応式について一緒に学んでいきました。